戦国武将小早川隆景の人生。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は小早川隆景について紹介していこうと思います。親の恩より義理の恩、義を見てなさざるは言うなきなりなど、義という言葉は損得に左右されずに自らが正しいと思うことをやり抜きたい時に使われています。正義、仁義、忠義など、義と一言に言ってもいろいろな種類のものがあり、これを最後まで貫き通すことは難しいと言わざるを得ません。義の熱い人物として知られる小早川隆景、策略による騙し合いが日常茶飯事である戦国の世にあって、義を重んじた戦いをした武将だったと言われています。なぜ小早川隆景が義を大切にしたのか、その秘密はあの有名な逸話にあると考えられているようです。では戦国武将小早川隆景の人生を見ていくことにしましょう。毛利元就の三男隆景が小早川の後継ぎとなった理由。1533年、小早川隆景は毛利家の三男として生まれます。父はあの毛利元就です。隆景は小早川の家を継いだために毛利姓を名乗りませんでしたが、それは1541年の佐藤金山城の戦いが関係しています。これは当時絶好調だった大内氏が安芸武田氏を滅ぼした戦ですが、当時毛利元就は大内氏の従属下にありました。竹原小早川氏もまた傘下の一つでしたので、毛利氏と竹原小早川氏は共に大内氏の命令に従っていたのです。竹原小早川氏の当主小早川沖景は佐藤金山城の戦いの最中に病で倒れ他界してしまいます。この沖景には後継ぎがいませんでしたので、小早川の重臣たちは頭を悩ませました。そこで白羽の矢が立ったのが毛利元就の三男徳寿丸、すなわち後の隆景だったわけです。沖景の妻は毛利元就の姪になるので、徳寿丸を養子にすることは筋の通った申し出になりますが、小早川の重臣たちが毛利氏の力を今以上に取り込みたいという思惑があったとみて間違いはないでしょう。また大内氏当主大内義隆も徳寿丸が竹原小早川氏を継ぐことを望んでいたため、毛利元就としては断ることが容易ではなかったと考えられます。この話が最初に来た時、徳寿丸はまだ9歳だったので、スムーズにことは進まなかったのですが、大内義隆は話を進展させたくて何度か催促してきたようです。徳寿丸が12歳の時についに竹原小早川氏の当主となり、家臣を従えるようになるわけですが、現代で言えば小学6年生が企業の代表取締役になるようなものなので、時代が変われば常識も変わるということなのでしょうか。小早川隆景として15歳で初陣を飾る。1547年、15歳で徳寿丸は初陣しますが、元服して小早川隆景を名乗り、戦で大勝利を収めています。大内義隆の命により備後の国の神鍋城を攻めますが、竹原小早川氏だけで落城させるという偉業を成し遂げるのです。隆景の功績を義隆は非常に喜んだと言いますが、義隆が隆景に目をかけているのは別の目論みがあったと見られています。それは小早川氏の統一であり、義隆は隆景にその役目をやらせたいと考えていました。実は竹原小早川氏は小早川氏の本家ではなく、本家は沼田小早川氏になります。沼田小早川氏の当主小早川政平は大内義隆を一度裏切り、敵対する出雲守護代尼子氏に味方しようとしました。この企みは事前にバレてしまい、政平は大内氏の監視下に置かれることで一応騒動は収まります。しかし義隆にとって政平は捨て駒くらいな存在になっていたのかもしれません。1543年、
出雲遠征で大敗を喫することとなった義高は、そのしんがりを沼田小早川氏に命じたため、正平は最後列で敵を迎え撃つ羽目になるのです。これにより正平は討ち死にしてしまいます。後継ぎとなったのはわずか2歳の小早川重衡でしたが、病弱であり家督を継いだ翌年には盲目になったとさえ言われているため、実際に沼田小早川氏を支えていたのは家臣たちだったのです。大内義高は一度裏切った小早川正平といい、役目を果たしていない小早川重衡といい、本家小早川氏には不満が蓄積していたのでしょう。そこで毛利元就にも手伝わせて、1550年に小早川重衡に対して尼御氏と内通したというあらぬ疑いをかけて当主の座を奪い取ります。小早川重衡の妹と高影を結婚させることで沼田小早川氏の家督を高影に継がせるのでした。毛利元就は城を追い出した小早川重衡を出家させますが、これは変に反旗を翻してこないようにするための策だったとも考えられます。大友氏の滅亡と毛利高元の急死。やりたい放題の大内義高ですが、その最後は意外とあっけなく家臣の末春方に反乱を起こされ、自ら命を絶ってしまうのでした。毛利氏を率いる毛利元就は末春方を討ち取るため戦を仕掛けていき、1555年の厳島の戦いで春方を自陣に追い込みます。小早川氏を率いる高影は毛利氏直轄の水軍として戦局を有利に導きました。末春方の傀儡となり大内氏の当主となっていた大内義長は、厳島の戦いの2年後に毛利氏により自害させられていますので、大内氏はついに滅亡してしまいます。その戦の後、父元就は隠居し、毛利家長男の高元が家督を継ぐこととなりました。毛利家の次男は吉川氏の養子となり吉川元春となっていましたが、やはり毛利氏の繁栄のために力を尽くします。1563年に長男高元が急病にて他界し、嫡男輝元が11歳で家督を継ぐことになるのですが、高元が生きていた時と同じく高影と元春は毛利氏を支えていくのでした。高影は政務や外交面を担当し、元春は戦に備え軍事面などを担当していきます。もちろん隠居したとはいえ、毛利氏の実権は父元就が握っていましたので、実質的には元就、高影、元春により毛利氏は盤石な体制を整えていったのです。ちなみに高元の急な病死についてですが、これには毒殺説があり、謎の多い死に方だと言われています。元就は高元の家臣赤川元康が犯人ではないかと疑い、自害するまで追い詰めたと言われていますが、これも何か釈然としないものが残って仕方がありません。信長と秀吉の時代を生き残る。1571年、毛利元就がこの世を去った後も高影と元春は輝元を支えていきますが、そこに織田信長という強敵が現れます。高影は小早川水軍を率いて信長の軍勢と何度も戦いますが、織田側の久喜水軍は手強く、第一次木津川口の戦いでは勝利しますが、第二次木津川口の戦いでは鉄鋼戦が配備され敗退してしまうのです。この鉄鋼戦の話に関しては姉妹チャンネル歴史じっくり機構で、歴史のイフ、織田の巨大鉄鋼戦を沈める方法はある、こうすれば村上水軍は勝てたかも、にてイフストーリーを考察しておりますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。1582年の備中高松城の戦いでは、羽柴秀吉が水攻めの準備を着々と進めていったために、毛利側はさらに厳しい状況に追い込まれていきます。秀吉が出した和睦の条件は、備中備後美作蜂起出雲の五穀割譲と高松城の城主清水宗春の切腹でしたので、
高影らは簡単に条件を飲むわけにもいかず、頭を悩ませていたのです。そんな中で歴史的大事件本能寺の変が勃発し、信長は明智光秀に討ち取られてしまったため、秀吉は信長の死を隠し、条件を緩和して和睦の話を進めようとします。清水宗春の切腹は変わらず含まれていましたが、五国から二つの国を除いた三国、すなわち備中、美作、蜂起を譲れば和睦してもいいと言ってきたため、毛利側はこれを承諾しました。和睦成立後に秀吉は中国大返しで高松城を大急ぎで離れますが、高影はその翌日に信長の死を知ることになるのです。家臣たちは秀吉に騙されたことに憤りながらも、これは追撃のチャンスだと盛り上がります。しかし高影は家臣たちを制し、このまま和睦する道を選ぶのです。信長という最大のリーダーを失ったところを責め立てるのは火事場泥棒のようなものと思ったのでしょうか。今秀吉に追い打ちをかけることは己の義に反するとして、高影は動かないことを家臣に宣言します。この高影の選択は天下人となった豊臣秀吉に認められ、これを機に深い信頼関係で結ばれたと言われております。高影が義を重んじる戦国武将と呼ばれるようになったのはこのエピソードがあったからですが、別の見方をすることもできなくはありません。実はすでに秀吉を倒すだけの戦力はなく、追い打ちをかけたくてもかけられなかったとか、秀吉の実力を見極めていたため天下人となるのを放置していたなど、いくつもの説が唱えられています。いずれにしても高影がその場の感情に流されることなく、冷静に局面を見つめることができる人物だったことは間違いないようですね。まとめ。毛利高元、小早川高影、吉川元春、この3人はあの三子の教えで有名な毛利元就の3人息子です。一本の矢は簡単に折れてしまうが、三本であればというあれですが、この兄弟の仲はあまり良くなかったと噂されています。特に高元は優柔不断で武将としての適性はなかったと言われており、長男だから毛利氏を継がせたけど、なんだかなぁ、みたいな気持ちが父元就にはあったと考えられているのです。武将としての向き不向きであれば、三男高影の方が上だったので、父親の本音とすれば、小早川の家に渡したくないと思っていたのかもしれません。父と息子という関係において、なかなか本音を言い合える仲というのは、あまりないような気がしますが、毛利元就というカリスマ戦国武将の息子たちは、父の姿に何を思い、何を求めていたのでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。